最終的に大手2社内定を獲得することができました。そこでインターンとかも応募したけど、また全滅で、やっぱ地方と首都圏だと全然違うのかなと思いましたね。学歴がないからこそ、まあ学歴フィルターに引っかかったらもうしょうがないぐらいの精神で。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバー就活生の高橋です。本日は地方エフランサマー全滅から大手2社に内定された就活の先輩の高橋さんに OB 訪問するという企画になっております。高橋さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。盛岡大学4年の高橋と申します。トイック、簿記などの資格なしからのサマー全滅でしたが、最終的に大手2社内定を獲得することができました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じ23卒の瀬政くんに来ていただきました。瀬政くん、自己紹介お願いします。東京未来大学3年生の瀬政拓也と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初の質問なんですけど、就活の全体のスケジュール感として具体的に聞きたかったです。大体3年生の6月ぐらいから就活を始めて、7、8月でそこに夏のインターンに大体10社ぐらいエントリーして全滅して、で秋頃はサボって、でまた12月1月くらいからまた本腰を入れて始めて、そこでインターンとかも応募したけどまた全滅で、4月に1社、5月また6月で1社ずつに内定をもらってったっていう感じですね。なかなかこう報われなくて、結構メンタルもなんか落ちちゃうじゃないですか、うん、そこはなんかどういう風に保ったりはしたんですか？最初の方はもうやってないから落ちて当然ぐらいの感覚でまあやってて、そこで徐々になんで落ちたのかなっていうのを分析しつつ、落ちた理由っていうのがまあ結構単純で、ウェブテと ES で落とされてたことが多かったので、ウェブテの対策もしつつ、まあ ES をまた一から作り始めたりしたっていうことをですね、やってたのは。ウェブテストの対策本やってても、あれあんま解き方よく分かんなくねとかって多分あるじゃないですか遭遇するじゃないですか。ウェブテストが、僕も結構そのウェブテスト自信がない方なんで、うん、とりあえず解きまくってたのか、それとももっと効率的に何か違う方法を使って学んでたのかっていうのをちょっと聞きたいです。そうですね、 YouTube を見て SPI を勉強してましたね。 SPI 気流、そのチャンネルで。ああ、めちゃめちゃ分かりやすいね。次に ES も聞きたいんですけど、うん、はい、なんかその ES で具体的に、あ、ここがダメだから落ちたなみたいな明確にあったから、その原因として ES って挙げてたんですか？そうですね、もう最初の方はよくあるテンプレみたいな ES を書いてたんですけど、それじゃあ自分が伝わらないなと思ったので、自分のこういう感情があったからこう動いたみたいな感情論を書いてます。でもなんかそれが正解とかって一人でやってたらわからないじゃないですか。あ、そうですね。どうやって自分がどこが悪くてって分かったんですか？分かったのも結構遅くて、まあ11月くらいで、恥ずかしい話です、みんな就活生でワンキャリアって絶対知ってるじゃないですか。ワンキャリアを知らないで ES 書いてて、11月くらいにワンキャリアを見つけて、え、すごいこれと思って、もうそっからでしたね、気づき始めたのは。今の就活生に初めに何をすればいいっていうアドバイスがあったら、何をしてっていう風に言いますか？初めに自己流なんですけど、エントリーしてって言いますね。もう何も対策もせずに、何も対策もせずにもういい、エントリーしてって言いますね。それは何でですか？例えば最初によく言うのは、まあ、自己分析から始めて、なんか ES を書いてみたいなことを書いてると思うんですけど、自己分析とかをして自分の考えではその万全の状態で臨んでても、エントリーした段階では絶対万全じゃないので、もうただ単にもうエントリーして、あ、こういうことがダメなんだなって実際選考を受けないと気づけない部分が多いと思うので、とりあえずエントリーすることが大事かなと思いました、ね。あと学歴が不安っていうのもあったんですけど、ここ学歴フィルターみたいな感じたことってありましたか？実際ありましたね、何社かは。それはどういう時に感じましたか？大体説明会の申し込む時って、まあ、よく言われるのがなんか満席になってて、友達は違う大学で満席じゃなかったっていうのがあるんですけど、自分の場合は説明会は抽選ですってなってあって、申し込んだらもう速攻で落選みたいな感じで、一人違う大学の友達にここどうなってるって見たら、普通に申し込めたよみたいな感じで。学歴フィルターがあったのにもかかわらず、それを突破して内定できた要因っていうのは何だったんですか？そうですね、まあ、学歴がないからこそ、まあ、学歴フィルターに引っかかったらもうしょうがないぐらいの精神で、あとはもうやれることだけは全部やろうみたいな感じでがむしゃらにやってましたね。とにかくそこにちょっと付随してもう少し聞いていきたいんですけど、資格がなかったりとか TOEIC が高いとか、うん、そういったなんか自分のその武器がない中でどういうことをこうアピールしたのかとか、具体的にどんな感じで面接でなんかこう熱意を伝えたのかみたいなのを聞きたいです。大きかったのは10年以上まあ野球を続けていたので、まあ、そこでのアピールと、学歴がない分の人柄を見てもらおうという無理やりの戦略で頑張ってましたね。
面接でこういう質問めちゃめちゃされたなとか、逆にこういう質問ちょっと答えづらかったなみたいのってなんかありましたか？聞かれたくなかったのはなんでその学校なのみたいな感じでっていうのが、やっぱ学歴が低い分ちょっと答えるのが難しかったです。ちなみになんて答えてたんですか？はい、例えば、自分の場合は結構教員の志望する人が多かったので、その学部に入ってその将来的に教員になりたいなと思ったためこの学校を志望しましたみたいな感じで言ってましたね。地方大学ならではの辛かったことってありますか？悪かったことが、まず地方だとやっぱ早期から就活をしている人が周りにいないので、モチベーションを保つのが難しい。こや就職センターとかもやっぱり早くから行ってもなんか相談に乗ってくれないっていうか、そんな危機感持たなくていいよみたいなぐらいなので、就活に対するも考え方とかがやっぱ地方と首都圏だと全然違うのかなと思いましたね。旬ダイアリーを見てる方だったりとか、こう就活の中でなんかこうやっぱ自分になんか自信がなかったりとか、やっぱ学歴が低いから絶対に就活いいとこ行けないみたいな、そういう方になんかこう実際に結果を出した人からエールという か、 なんか言葉って何かありますか？大学名で多分劣等感感じる人多いと思うんですけど、同い年なんで意外と高学歴の人でも普通だよっていうのを感じてもらえればいいかなと思いますね。専攻などを通じて、そんなに自分の学歴が悪いからその自分は優秀じゃないとか思わずに、意外と同級生の人なので普通っていうのを分かって、そこから自信につなげていってほしいと思いますね。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。